どうも、北澤です。今回は競馬予想の教科書シリーズパート2、出走頭数が能力発揮に与える影響を考えていきます。競馬ナビゲーター第2章ということですね。本日2回目です。カリキュラムとしてはこんな中身を考えております。本日頭数が各馬に与える影響なんですが、5頭から18頭立てのところについて、レースや走りに与える影響を考えていきます。例えば、小頭数だから硬いとか、多頭数だから荒れるとかいった話ではなくて、出走頭数から論理的に導き出される傾向、馬に与える影響を探っていきます。各馬の個性や特徴を踏まえて、能力発揮に関わる視点を交え、馬券を買う際に頭に入れておくべき内容を説明していきたいと思います。今日話していく内容というのは、その小頭数だから硬いとか多頭数だから荒れるとかいう話じゃないんですけど、なぜ一般的に小頭数は硬く収まりやすいとか、だから買いたくないとか、多頭数だから荒れそうで面白いなという話が出てくるのか、そういったところまで突っ込んでいけたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では最初に小頭数の場合の影響を考えていきます。5頭立てから12頭立てぐらい、前後ぐらい。レースとしての特徴、スローペースになりやすい、また包まれたりする可能性が低く、各馬が能力を発揮しやすい、馬群が密集しにくいので騒ぐロスが発生しにくい、頭数が少ないイコールライバルが少ないために、多頭数の場合よりも比較的楽に逃げ馬が先手を取れる可能性が高いのも特徴ですね。したがってペースは緩くなる確率が高いです。それでもいくら小頭数とはいえ、花主張型が「もう俺は絶対行くぜ」という馬が複数頭出走してくればハイペースになることもありえます。とはいえ、やはり小頭数というのは各馬が能力を発揮しやすく、人気取りに収まることが確率が高いと思われているために、小頭数はやらないって人もね、中にありますね。でもやっぱり僕の経験上、8頭立てでもね、普通に万馬券出たり3連単10万超えたりすることありますので、頭数で考えるより、やっぱり出走メンバーとか能力が拮抗しているかとか、そういうところが考えた方がいいとは思います。続いて多頭数の場合、目安として13頭立て以上ぐらいを考えてみます。レースとしての特徴、小頭数よりペースが速くなりやすい、当然ライバルが多いですけどね。そして包まれたり接触するリスクも高まる、また馬群が密集し進路変更しにくいといった影響が考えられます。頭数が多い分、どうしても接触や包まれるリスクが増えてしまいますね。特に内枠の差し馬は進路変更や直線で馬群を割る手間が増えてしまいます。進路変更というか、そもそも仕掛けたい時に仕掛けられないとか、前が壁になってしまう、あとはカットされてしまうと、こういったリスクも当然増えてくるわけですね。また、気の弱い馬は馬群が密集することでプレッシャーを感じて力を発揮できない場合もあります。特に内枠から中枠に入った時は注意が必要だと思いますね。したがって、多頭数に関してはこういう進路が十分取れないとか、動きたい時に動けないことによって全能力を発揮できない、こういった危険性がからはらんでくると、そういった話もあるんですね。そのために多頭数は紛れが多い。例えば1番人気が包まれてしまって仕掛けられずに着外になっちゃうとか、そういったことも十分あり得るわけですね。その逆に人気薄の逃げ馬がスムーズに行き切って最後まで粘ってしまう、棚ぼたではないですけども、そういった展開上のラッキーな可能性があって、その意味で多頭数は荒れそうだから買いたいなという人も中にはいるわけですね。では、実践というか問題というか、例えばこんな馬がいたらどうでしょうという話なんですけど、この戦績例から分かることはどうでしょう。ちょっと考えてみてほしいんですけど、例えば前走16頭立て2枠4番からスタートして12着、2走前10頭立ての8枠10番大外枠から好走して2着、
3走前18頭立て5枠9番から発走して15着、そして4走前11頭立て7枠8番からの競争で3着、まあ、この成績を見てどうでしょうかってことですね。もちろんシンプルに丸バツ丸バツときて村掛けじゃねえかって思うところもありますが、単に村掛けとか連続構想できないで片付けてしまわずにもう一歩踏み込んでみると、例えばショート数だと構想傾向にあるなとか、多頭数の時は負けてるなとか、もしくはショート数が得意というか10頭当て11頭当ての時に共に外枠に入ってるので、もしかしたら多頭数でも外枠ならこなせるんじゃないかなっていういろんな可能性が見出せるわけですね。したがって各馬の個性や特徴を見抜いていくことが大切になります。まあ、こういうパターンの馬がいたら、もちろん最初に話した通り連続構想できない、疲れが溜まりやすいっていう可能性もあるし、もしくは外枠の時は構想する、揉まれ弱いとか周りの馬を気にしてしまって可能性もある。そうすると今度例えば多頭数になっても7枠8枠に入ったら案外構想してしまうかもとか、いやそういったいろんなことを考えられるわけですね。以上から今日のまとめというところですけど、馬の特徴から見た視点、例えば気の弱い馬、周りを気にする馬、これらはショート数は歓迎ですね。ただし多頭数でも大外枠に入れば影響は少ないと思います。やっぱり馬も動物ですので神経質だったり周りを気にしてしまったり狭いところ苦手だったりというタイプがあります。そういうタイプにとっては小頭数もしくは外枠というのが非常に効果的です。反対に気の強い馬、負けず嫌いな馬、これらは多頭数で周りに馬がいた方が闘争本能に火がつくこともありますね。逆に一頭になると気を抜いてしまうとか、いわゆる空を使うとか、また小頭数でなんだかずっと外走ってると周りに馬がいないからどうも闘志に火がつかないとか、そういったタイプも中にはいるわけです。だからまあこういう動物だからそれぞれ馬にもいろんな性格性質があるということを理解する、これがまず大切な視点ですね。全体として言えることは馬群をさばくことや仕掛けること、接触とのリスクを考えればそれは小頭数に越したことはないというか、小頭数の方が能力を発揮しやすいというのは言えると思います。ただし馬の性格上このように多頭数が向く場合もあり得るので、そのあたりを踏まえつつやっぱり一頭一頭の特徴性格を見抜いて向き合っていくことが馬券成績の向上につながっていくのではないかなと思います。以上、今回は出走頭数がレースに与える影響を考えてきました。単に多頭数とか小頭数というところだけではなくて、そこの構想した時に、外枠だったのか内枠だったのか中枠だったのか、そういった面を踏まえて考えていくとより効果的になるかと思いますので、ぜひ今日の内容を参考にしてもらえたらなと思います。ではまた次回以降もこのシリーズ続けていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。